マルクアンイコールバルール、またはマルカンイコールバルールは、フランス、オードフランス地域圏、ノール圏の都市。ディール北部にあるマルクアンイコールバルールは、マルク川が交差する。マルクの名は、川の名であるほか、辺境や境界を意味する。しかしこの意味は、互換性がない。国境の概念は、当時低かったからである。バルールは、 現在もリール近郊で見られる地名である。マルクアンイコール・バルールは、ケルト系のアトレバテス族とメナピ族の定住地の、境界にあたる、人気もまばらな地であった。ガイウス・ユリウス・カエサルによる、ガリア征服後、ガロローマ時代に、ビッラがあったことがわかっている。中世のマルクアンイコール・バルールは、カロリング長期の王たちの狩猟地であった。フランス革命や不仏戦争は、 およそ2700人ほどのコミューンに影響をさほど与えなかった。二つの世界大戦は、ノール県のコミューンを打ちのめしたが、産業のため戦艦機や、戦後のマルクアニーコールバルール経済や人口は1970年代に不況となるまで成長した。1500社以上の企業があり、その約8割が、通信業、銀行業、コンピューターなど、サービス業が占める。 ラデュレの本社機能も置かれている。ありがとうございます。